クソ素材選手権。クソ素材選手権って名前だったんかいな。クソ素材選手権の結果が出ました。編集者の方にね、はい、私がたこ焼きを食べそうで食べないっていうだけの動画をまあお渡しして、はい、1分程度の5人の編集者の方に、うん、もう好きなように編集していいのでと、はい、でそれでまあ面白さを競うという、はい、クソ素材グランプリクソワン、クソワンが開催されましてですね、はい、そちら、まあ5人をね、うん、まあ、厳正なる審査を我々2人でしまして、うん、西田は大衆性を加味しまして、なんか大衆性でね審査したらお前が一番大衆性ねえのみたいなコメントが来ててムカつきましたけれども、まあ、そんなことは置いといて、はい、川健さんと、うん、斉藤さん、斉藤ちゃん、はい、最後ね、そう決勝行きましたね、そう181点のタイということで、うん、点数が割れまして、はい、こっからはもう視聴者さんに委ねようと、うん、はい、視聴者投票を行いました。だから国民わら点ですね。そうですね、うん、国民わら点で1ポイント、ま、もらえるという懐かしいですね、国民わら点ね、うん、やった結果、やった結果ですね、はい、なんと有効投票数が15,500票。すごっ、すごいよ、15,500票も、ええ、若者が選挙に行かないなんて言われておりますけどいいよ今そんな字切らなくても、ね、それはそれで問題だなんて無駄だよ今その世相って。我々はね若い世代の意識を変えていくんだという意識も持ちながらなんかちっちゃいガッツポーズする、15,500票もの票をいただきました。え、誠にありがとうございます。こちらこそ。そして結果がもう出ておりますよ。出た、出ました。それではもう発表していいですか。はい、それでは今回のクソ素材1グランプリ優勝者は15,500票の 59.6% を獲得いたしました。 CM の後です。ごめん、上と怪して、あ、ごめんなさい、大丈夫です、ごめんね、一応ね、こうずっこけてはいました、うん、言うタイミングキモすぎたけどな。そうですね、ギリギリすぎたよな。もうちょい手前でやってくれるのに、ダメとやさん、そうね、うん、ということで、今 CM 中ということでね。CM 中しっかりやんなくていいんだよね。CM 中ということですけど、大丈夫ですか皆さん、伸びとかしてくださいね、伸びとかしてください、本当にね、こうグーってもう長い体だとね、こう、あれですから、うん、疲れちゃいますからね。一番遠くから来たって知らぬ人、手を挙げてみましょうか。なるほど、どこですか。鹿児島。鹿児島ね。あ、そうですか。ね、黒豚なんか有名ですよね。それ以外もいっぱいありますね。ありますけどもね、なんて。3秒前。はい、じゃあ拍手で皆さん、拍手で。1。ということで、はい、発表に移りましょうか。はい。ということで、決選投票、15,500票のうち、59.6% を獲得いたしました。優勝者は川健さんです。おめでとうございます。あのカラオケのようなね、うん、感じで私のやつを作ってくれた川健さんが優勝となりました、はい、わ、でも59.64で、64でした。これもまた僅差になったんですね。斉藤ちゃんも 40% の、うわ、票回ってる、すごいゴロゴロいってる、え、体から今雷の音したんだけど、ちょっと胃が驚きました。胃が牛骨ゴクゴクキュキュって言ってたけど、胃が膨らみました。こんなに僅差になるとはというのでね、胃も驚いてます。意味わかんない、体に不調をきたすぐらいの接戦、素晴らしいですね。どういう原理知らないんだけど、そのシステム、体の不調が起きるぐらいの接戦でしょ。接戦だったな、うん、これでもね、まあ、総括といたしましてですけれども、お、どうぞ、大会委員長。これやっぱりその一発目がね、大谷さんのあの西田を犯人みたいにするやつ、うん、あれのね、評価も確かにコメント欄ですごい高かったんですよ。面白かった、面白かった。本当あれ多分な、後半だったらもっと結果変わったかもしれないと思うけども、逆に大谷さんがトップバッターだったことで、そう、大会の質が上がったというか、みんな言ってる。ね、ほんと全賞レースでこれ言ってる。ほんとトップバッターの功績はでかい。でかい。本当に売れるのは逆に大谷さんなんじゃないかっていう説明
あの技術はすごかった。すごかった、本当に。構成も良かったし、シンプルなアイデア、素材を生かしきったよね、まあ、まあ、そう、シンプルなアイデアの強さで。あとやっぱショート動画あるあるもあれすごかったし。すごかったな、あれもな。うん、私すごかったモールス信号、あれ、あれはね、あれモールス信号って普段からやられてるんですかって聞いちゃったもん、これモールス信号マニアだと思うぐらいね。すごい良かった、あれ良かった、あれもシンプルに評価したい。そう、あれも良かったっすね。本当に大会として素晴らしかったですね。全部良かったです、うん、まあなんで今回は一応そのボーナスは川健さんでございますけど、はい、他の方にもね、ちょっといろいろと、うん、はい、はい、あの差し上げたいと思ってますので。そしてララチューンね、意外とまだ5人ぐらいいるんだよね、実はね。はい、まだそこの大会に出ていない方もいらっしゃいますんで、うん、意外と東京に住んでないっていう人もね、いらっしゃいますから。なんで今後またちょっと第2回目も開催していければいいかな、うん、だからあのトロフィーをあの川健さんに返しに来てもらわないといけない、はい、あ、ちゃんとそれはやるんだ。そうです、 M1 みたいな感じで、そので柔道家の隣とかに座って見てもらいますあの、えみくじを引くためだけに来た柔道の人の横で、で、見てもらいます、川健さん。見てもらう。じゃあ、次回は川健さん不参加の感じなのか。可能性もあるし、わかんないね。パンクブーブーさんみたいなこともあるかもしれない。確かに。2巻取りに来ましたよってパターンもあるし。ありえますんでね。はい、今後も楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。体を動かした後食べる銀だこ、おいしい設定始まりました。夏の終わりに開催されようとしております。セミの羽だけでございますね。落ちてもおりましたよ。夏も終わりが近い、そんなセミの羽だけでございます。では参りましょう。